初めて、本当に初めては大学ですかね。大学何年？3年ですよ。3年ぐらいのなんか大学のセレクションみたいなやつでたまたま同じチームになって、その時ですかね、初めて会ったのは。は、まあ、一応あの2人とも早生まれなんで、であの高校の時にあの U17 のワールドカップがあって、その時にこいつが選ばれてて知ってたんで、あのうまいなっていう印象はありましたね。そうですね、その時、まあ、最初に同じチームになって自己紹介それぞれするんですけど、初めて会ったので、まあもうこの感じなので見た目が覚えやすかったですし、なんか中身のある内容を話したのあんま記憶ないですね。まあ、試合終わった後とかはあのサッカーについてだいぶ話して、ここはこうだったねとかっていう話は多いんですけど、でも俺は YouTube 好きです。自分は暇あれば YouTube 見てるって感じですかね今。僕コーヒーですかね。ちょっとカッコつけてるみたいですけど。なんか家でガリ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 やってます一人で。まあ毎日ちょっと粗さを変えてみたりだとか、なんかドリッパーもちょっとこだわってみたりとか、奥が深いです。誰だよお前。ちょっと最高の一杯ができたら、まずはケンシロウに振る舞おうかなと思います。飲みたいっすね。でもやっぱあれですね、ささみとか基本はサラダは絶対食べるようにしてて、でアボカドとかささみとか、まあ、僕 のインスタグラム見てもらうと分かるんですけど、あのストーリーによく自分で作ってるサラダとか載せたりとかは基本意識するように食べてて、であとはたまにオートミールとかで体調を整えたりっていうのはありますね。アスリートフード、うん、アスリートっぽいことしてるよ、うん、僕はまあフードではないんですけど、水ですかね。もう半端ないぐらい水取るんで、もう夜だけでも2リットルはなくなるんで。だからあのアウェー行った時にホテル泊まるじゃないですか、全泊で。その時にあのトレーナールームに水が結構置いたんですけど、こいついつもなんか抱え込んで持ってくんですよ。こいつどんだけ水飲むってぐらいこう抱え込んであの部屋持ってくんで、確かに水取ってるイメージはめっちゃありますねこいつ。まああれでも足りてない。確かに。だからコンビニその後行ってもコンビニ水買ったりもしてるんで、なんかそうですね、逆になんかキモいっす。これはちなみに美味しいねこれ。この水加納温泉なんだ。へぇ、サトラシこんぐらいついたね。仕事くれた。この水美味しいよね。まあ、僕は、まあ、ボール使うっていうよりかは、まあ、練習でボール使うんで、あのそれ以外のところでジムに行って筋トレはしてるんですかね。やっぱり当たり負けしたくないし、マジでやりすぎです、本当に。あ、コソネしますよ、こいつ。あの、夜中ギター弾いてます。おい、やめろ。サッカー関係ねえよ。でも夜中ダメなんですよ、苦情来るから。ちょっと控えめにやってます。考えすぎるところ。心配性というか。ああ、まあ、それはあるな。僕のコンプレックス。まあ、コンプレックスというか、良くも悪くも考えすぎるところ、もうちょっとあっさりしててもいいのかなと、まあ、よく言えば考えることができるっていう言い方もできるんですけど。かっこよくないよな。もうちょっとなんかあっさりしててもいいのかなと、考え方自体は。まあサッカーで言ったら、あの足がそんなに速くないっていう、そんなに速くないっていうか遅い方なんで、そんなことない。そこはあの昔からコンプレックスですね、だいぶ。なんか足速くて不利なことってないじゃないですか、損なことって。別に遅くもできるしっていうので、
いつもなんか足速い人いいなっていうのはもう小学生ぐらいの時から思ってましたね。はい、やっぱりなんかもう足速いだけで会場沸くじゃないですか。あれすごいなって思います、マジで。だからやっぱ足の速さは手に入れたかったですね。まあでも違う良さがありますね。まあもっと遅いですけどね、こいつ。じゃあこれ語ったら3時間ぐらい行くんですけどいいですか。まあこいつ結構多分サバサバしてるんであんまないと思うんですけど。いや、あるよ。嘘。あるというか別に何歳までにしたいとかはないですけど、まあいい人がいればいつでもいいっていう感じ。準備はできてます。彼女はいないですけど。そうですね。でも昔はやっぱ25歳までには結婚して子供を産みたいとかあったんですけど、なんかいつの間にか25歳を過ぎ彼女もいなく今は本当途方に暮れてるところですかね。まあでも30までには結婚して子供一人は欲しいっていうのはあるんで、まあ、理由としてはやっぱ若いお父さんお母さんっていうのが僕の中理想なんですよ。僕も多分お母さんが21ぐらいで産んでるんで、若いお母さんとかお父さんいいなっていうのはあるんで、そこはまあ1年でも早く結婚したいっていうのは僕の中はありますね。結構恋愛体質ですからね。うん、そうですね。だいぶこいつはあんまですね。なんか自分が優先になるタイプなんで。そんなことないですよ。おい、語弊があるぞ。なんでなんかそんなに恋愛してるイメージがないっす。うん、確かにね。あんまりあんまり言わないっす、自分の恋愛とかも。僕とかは結構相談したり言ったりするんですけど、こいつからすぐ言ってきますからね。こいつからあんま聞かないっすね。なんかいい人がいたとか、まあ、正直昔はギャルとかが好きだったんですけど。いや今もいや今はやっぱなんか落ち着いた女性っていうか、自分典型的な A 型なんで、掃除とかできない人っていうのはあんまりなんですよ。だからなんていうの、飲んだペットボトルをそこら辺に置かれるのとかすごい嫌なんですよ。だそういうのを飲んで残ってたら冷蔵庫入れるとかすぐ捨てるとか、なんかそういうのがしっかりできる女性がいいですね。細かいですね。そうですね。台所とかも水回りなんで食器とか洗った後濡れるじゃないですか。ああいうのもすぐ拭きたいんですよ。そういうところとかでなんか拭かなかったりするとあれみたいなってなるっすね。結構なんか多分細かいっす自分。いやでも多分ケンシロウと結婚すると結構いろんなことやってくれると思うは思います。奥さん的には助かるんじゃないかな。そうですね。やっちゃいたくなりますね。募集します。こちらまで。自分のこと自分でできる人かな。あとあんまり干渉しない人。まあ、結婚とかしたとしてもやっぱ一人の時間も楽しみたい派なんで、うん、逆にね、僕が一人の時間楽しんでる間に寂しい思いさせちゃうとちょっとそれはそれでかわいそうなんで、相手の人も一人の時間を楽しめるような人、うん、だったらありがたいなと思って。確かにね、多分、うん、なんか好き好きとか言われたら無理でしょ。なんかずっとなんか無理ではないけど、ずっとなんかくっついてられたらさ、なんか嫌そうじゃん。こいつ人と寝れないんですよ。そうなんですよ。なんか同じ空間に人がいるとちょっと寝れなくて。そうです。だからまあそうですね。奥さんと寝るのはオフの前の日。考えらんないですね僕は。いや全然違うんですよね。そうなんですよ。本当に価値観とかそういう恋愛面での好きなタイプとかも違うし、女性のタイプの容姿も違うし。うん、